今からヤマハ浜田山センターのレッスン部屋を紹介したいと思います。こちらが受付です。受付を通り一番奥の広いお部屋です。続いてこちらは少人数グループレッスン用のお部屋です。こちらはアップライトピアノのお部屋です。廊下を通って少し離れたところにグランドピアノのお部屋があります。以上が浜田山センターです。体験レッスンや見学などいつでもお待ちしております。